はーい、お疲れ様です。元光です。言論プラットフォームの方のチャンネルになります。今回のお話なんですけど、パリ五輪に関するお話なんですけど、批判相次ぐセーヌ川でまた練習中止だーって。 超級金レベルが最大調と世界水連が声明決断を下した、まあ、ということで、まあセヌガーといえばこの間までトライアスロンの競技をしていたわけなんですけど、まあ、IOC はねセヌガーが水質非常に良好だって判断して競技やって しかし大腸菌感染症で選手が入院危険が続出してるぞーっていうようなねそんな話だったわけなんですよ全然水質良好じゃねえじゃねえかーって言われてたんですけど世界水蓮がチェックしたら長球筋がやべえぞーっていうことでまたね中止になってるみたいなんですよねやっぱり汚えんじゃねえかよーっていうことで言われてるんですけど、まあ、この長球筋レベルがやばいっていうのが クソだらけだということの裏付けになるわけなんですよね。だとか、まあ、他の感染症とかもね、指摘とかがされてるわけなんですよね。アメリカのメディアでは。ただ、また、これ練習とかもアウトじゃんっていう話だったのに、ゴリ押そうとしている、そんな展開になってるんで、今回その件についてね、見ていこうかなと思います。元光のチャンネルでは、時事ニュース系のことを話していきますので、いいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。ということで、まあ、内容を見ていくんですけど、パリ五輪パリ五輪で 水質問題が浮上していたセーヌ川トライアスロンは延期の末に実施されたが批判の声も上がっていたそんな中6日にはマラソンスイミングの練習がキャンセルとなった海外記者が報じているということでマラソンスイミングでありオープンウォーターっていう言い方でも呼ばれたりするんですけど、まあ、その練習がキャンセルになったぞと開幕前から水質問題が報じられてきたセーヌ川トライアスロンは先月30日に開催予定だった 男子を31日に延期して実施するなど中止や延期が相次ぎ海外選手、メディアからも批判の声が上がっていたと。 で、そんな中、6日にカナダ公共放送 CBC ニュースのデビン・ハローロウ記者の X では速報、セヌガーヌ川の水質懸念により世界水泳連盟がマラソンスイミングのファミリアライゼーションを中止したと伝えたということで、まあ、要するに練習を中止したよっていう話なんですけど引用された世界水泳の声明では今日、世界水泳連盟は8月6日のマラソンスイミングのファミリアライゼーションを水質の懸念により中止した する決断をした選手のトレーニングセッションは午前7時30分から9時30分に行われる予定だったが午前4時の調整会議後にパリ五輪リ2024との協調により同団体が決断を下したとされていると。 まあ、トライアスロンに関しては IOC が判断していたわけなんですけど世界水泳連盟こちらが今回判断する連盟になってるわけなんですよねまあこういうふうにですね、まあ、判断するところが変わった瞬間になぜか中止になってるわけなんですよねまた8月5日の午前5時から6時の間に4箇所で行われた水質調査の結果大腸菌のレベルが326から517であることが示された まあ8月5日の時点では非常にいいよって言われてたわけなんですよね、まあ、しかしですね選手が大腸菌感染症にかかったりしてるんで本当にいい状態だろうかって話なんですけどそれからさらに悪化してるみたいなんですよねでしかしながら今朝の調査の長球菌レベルが世界水泳連盟の最大値を上回っていたと水質が悪くなっていると伝えられているということで大腸菌レベルは一応いい 状態ではあるが球菌っていうねこちらのものもがやばいいぞという,ふうに言われてるんですよねちなみにこの長級菌って何かっていうとこちらウィッキーのページではあるんですけど長級菌とは主に人を含む哺乳類の腸管内に存在する常在菌のうち球菌の形態を取るものを指すと外界で増殖しにくく人畜の糞尿で汚染されていない限り環境中の水や土壌にほとんど分布していないと いうことで、まあ、要するに、川がクソまみれだということなんですよね、これ。自然界にあるものではないんですよ。むちゃくちゃ汚ねえじゃんっていうような話なんですよ。それが最大値を上回っていたということはね。まあ問題点は、この大腸菌レベルだけではなかったということなんですよね。で、さらにアメリカのメディアから、こんな感じで指摘を受けてるんですけど、米氏がレプトスピラ症の可能性を指摘。パリ五輪トライアスロン会場のセーヌ川 巡りとということでパリ五輪のトライアスロンでセーヌ川を泳いだ複数の選手が体調不良を訴えた問題で米経済誌フォーブスは 大腸菌感染症以外にもドブネズミなどの尿を介して伝染するレプトスピラス症などの細菌感染症が発生する可能性を指摘したとセヌガーはトライアスロン以外に水泳のオープンウォーター、まあ、さっきで言うマラソンスイミング、ね、の会場にもなっており8日に女子9日に男子が行われる予定だっていうことで他にもやばい感染症になる可能性があるぞって、ね、指摘されてるわけなんですよね 同志は、心配しなければならないのは大腸菌だけではない。汚染された水による他の感染症は症状が出るまでに時間がかかるとした上で、今後発生する可能性がある感染症としてレプトスピラ症などを挙げた。同志は、数人の競技者しか病気にかかっておらず、確証となる検証結果もないため、セーヌ川が原因かどうかはわからないと前置きしながら、ワールドトライアスロンは大腸菌レベルについて、包括的な基準値に変更するよう検しました。 検討した方がいいだろうと基準の見直しを訴えたと。 まこんなやばい可能性があるところに選手を飛び込ませているわけなんですよね。やばい話ですよね。まあ、そして何よりも怖いのが競技場この川を泳ぐ距離が変わってくるわけなんですよね。マラソンスイミングこれから行われるオープンウォーターの競技はですね選手は10キロの距離に挑むわけなんですよね。でトライアスロンの方はですねスイムは1500メートルということで数倍違うわけなんですよ。なのでそういった金がかな 体の中に入る量とか確率とかもねだいぶ変わってくるわけなんですよねこれマジで選手がかわいそうすぎるかなと思うんですけどねでもともとさこれあの非常にいいからいいに変わったっていうふうに言ってるんですけど今回水質が悪い原因とされているのが生活排水が雨が降ることが原因で流れてくるというような話だったんですけど過去のね、えー、パリのねこんな天気があるんですけど、えー、パリの天気ってね8月ね 1月1日からずっと晴れなんですよ。 なのに水質悪くなるっていうことはもう川自体が悪いよね。まあここでマラソンスイミングやるべきじゃないんじゃないのかなと思いますけどね。もうすでに大腸菌感染症の選手が出てるんだよ。それよりも数倍長く泳ぐ人たちが感染症に何人もかかってもおかしくないような話ですからね。まあ、ということでネットの意見は見ていこうと思うんですけど、元来、下界で繁殖しない長球菌が世界水田の最大値を上回ってたって時点で、糞尿だらけって確定してた たのになーって五輪開会式でマクロンをここへ落とししてて差し上げろーっていう風にに言われてたりだとか他には水質が問題となっているセーヌ川を泳ぐという公約からさらっと逃げたマクロン大統領っていうことでもともと泳ぐ宣言してたのにこのマクロン大統領逃げてんじゃねえのかーって言われてたりもするんですよね他にもトライアスロンのスイムと違ってオープンウォーターは距離も時間も全然長いしより慎重に 判断したいよねって水質は別として流れの影響で泳ぎにくそうなコースを選手がどう攻略するのかは興味があるぞっていう風にね言われたりもするんですよね、まあ、ただ攻略するとかのもうレベルじゃなくなってんじゃないのかなと思いますけどね水質の話他には最初から分かっていたことなのに選手が気の毒でなりませんっていう風にね言われてたりだとか他にはこれほど準備の悪いオリンピックってあった ただろうかーっていやほんとそうだよねここまで汚くて炎上することないよね他にはトライアスロンの選手大腸菌感染症で入院って終わってるやん フランスはなぜセーヌ川で意地でもやろうとしてんのかが意味わからんぞーっていうふうにね他にも場所あんだろうって言われてたりもしますいやほんとそうなんですよねでね世界水連が練習できませんよと判断していたわけなんですけどなぜか次の日は実施しようとするんですよねパリ五輪オープンウォーター公式練習実施6日は中止されたセーヌ川の水質が許容範囲内になったぞーっていうことなんですけどいやそんな ことあるか急にきれいにいななったぞみたぞみ、まあ、誰が決めたんだよって話なんですけど7日午前4時から開かれた水質に関する競技にはワールドスイミング世界水蓮が、えー、競技に入ってプラス大会組織委員会も検査を実施する関係者が出席していたみたいなんですよね最新の検査結果は許容範囲内と結論付けたと結局ご押しの方向でね話を進めてるわけなんですよねもうほんと選手がかわいそうで ならないんですけど絶対なんか感染症とかにかかる選手が出てくると本道は思いますけどねということで今回のお話は以上です皆さんの意見もねぜひお聞かせいただけたらなと思います本道のチャンネルでは時事ニュース系のことを話していきますのでいいねと思ったらぜひチャンネル登録もよろしくお願いします本日もご視聴ありがとうございました